はい、皆さんこんにちは、ヨウキです。今日もスプラトゥーン3の、フェスの方やっていきましょう。今回もヌザップの方を使っていきます。味方はスパッタリーに寿司にジェット、スパッタリーね、これでダブルエナスとかできるんでなかなか強いんじゃないでしょうか。まずは自信塗り、もうちょっと絶命に塗ろうかなっていうのを思いつつ、やっぱどうしても丁寧に塗っちゃうのがまあ性格で、これでこれまた上げる。でこれでもう一回自陣取り終わらせちゃおう。ここでもう一回ここら辺で前出て相打ちとかになっちゃって、結局なんかあんまり時間、ただの時間の無駄みたいな。からなるべく前線、まあ悪魔の中衛的なポジションでボムとかで味方の行動しつつデリバーを確保したいので、ポップソナーはね味方と協力して壊すと壊していきたいね。自然に入り込もうとしてるのは、死ぬの。さあ相手の傘にガジェットにスパイガジェやられてる感じがするけど、しっかり使って、さあもう少しでラスパが発動したんで、ここからはもうボム、もうボムしか投げん、もうボム以外やら投げん、もう一生ここでボム。相手は前出れませんからね。ほらもう味方、あーポップソナーでやられた。うっそマジか、油断した。ボン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 、いやー負けたか。いやーマジか、あそこで死ぬか。突っ込んでくるのは分かってたけど、どう、いやーマジか。いやーでもまあ締まり的には悪くなかったんじゃないでしょうか。1分半までには自陣塗りを完全に終わらせるみたいな立ち回りでちょっとやっていこうと思います。それでは次の試合いきます。はい、2試合目はお10倍マッチきた、いいね。これはぜひとも勝ちたい。またマサバ海峡大橋ということでね、早めに自陣塗りを終わらせて、敵陣に早めに、入り込むという戦略また取っていきたいと思います。はい、寿司味方に2人、ボーニーガラもいるということで、まずは自陣塗り、まずは簡単な自陣塗り。俺の名は陽気で、あやばい、細かく塗りすぎてる、癖で細かく塗りすぎてる。絶対にこの靴下間に合わんが、でもう少しでスペシャルが溜まりそうなんで、スペシャルが溜まったら普通に味方に投げつけて、ですぐ自陣に戻る。はい、あーゆる、それでやってないところだけ塗り替えて、はい、どうも、
はーい。おお、え、届かん。マジか、パスすぎ俺。さあ、ここから自陣取りが一通り終わったんで、ここから味方に加勢してちょっと前目にして味方の攻勢を確保してください。ああ、長っ。ああ。北斎長えな。さあ、もう少しで。さあ、ここら辺から極力攻めたくはない。味方のカバーはしっかりと取りつつ。やれるか。いけた。すごい手だね。スペシャルを止めるように、続いて、いけるよ、止まってるよ。よしよし。おお、うまっ。さあ、ここからはもうボム、ナイス。ナイスナイス。ボンボン。どうだ、自信抜けてたのかな。結構抜けてるね相手。いやいや、負けた。マジか、そんな抜けてたんだ相手。必勝。いやー、次の試合いきます。はい、3試合目はスメーシーワールドということでね。いやー、さっき10倍負けちゃったの悔しいな。ちゃんと今回は勝ちたいと思います。味方は N ザップが2人と、寿司にジェットと、なかなか面白い編成ランになるとか。吸引機が意外と縄張り強いのかね、今思ったけどね。相手最後の方邪魔するのに非常にうってつけな武器なんじゃないでしょうか。まずは簡単な逃げ取り。また一人やられちゃった。ジェットか。さっきの試合もな、結構キルは味方も頑張って取れてたんだけど、ラリー、キルは取れてたんだけどね、最後の抜けでやられちゃったって感じがあるから、やっぱ相手の陣地に抜けるってのは大事なんだろうな。これもしっかり打って、ある程度自分取りは一回戻るか。自分のそこだけ打って、次乗りを終わらせたい。最初に置いといて、よし、これでエナージースタンドも止まってるし、味方と一緒に下面に行きたいね。フラトロン、おえー、あそこ濡れてねえじゃん。危ない、これは大事。そして、これでも投げといて、さあスペシャル食べたいよ、ここら辺で。
さあここからはもうボムの時間です。とにかくボム。死ぬの今の。はあもうやだこのゲーム。死ね、下手すぎ。ボンボムボンボムボンボム。いやー負けたか。どうだ、うわー負けたかなーこれは。うわー勝ってるこれはでも自陣乗りの綺麗さが勝ったんじゃないの。いやーなんかよくわからんけど勝ててよかった。いやーというわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。